自称世界的な地位を上げ心理的 G8 まで上り詰めた韓国さんですが、パリ五輪では北朝鮮と紹介され激怒していましたが、今度はオーストラリアがメダル獲得の総合順位を表したリーダーボードで韓国の名前の横に中国の国旗を表示され、また激怒しているようです。韓国さんの反応を見てみましょう。それでは韓国さんの反応です。すでに韓国だけで何回目、みんな韓国に劣等感爆発するのか。なんでふざけてるんだろう。担当が中国人なの、全く形が違うのにわざとああするのか。他のところも間違えればわからないけど、韓国だけずっとああだから声勢がかなり高いね。原発受注奪われたからってすねる欧州の中国野郎たちのレベル、全く無関係のヨーロッパ、中南米、アフリカの国の国旗であればただのミスだと受け流すことができる。しかしさすがに中国の国旗はめちゃくちゃ傷つく。南北問題にうどいた国が我が国と北朝鮮を間違えるのはまだ理解できる。しかしどうやったら中国と我が国を間違えることができるんだ。北朝鮮と紹介されたり中国と紹介されたり、本当に信じられないオリンピックだ。フランスとオーストラリアが我が国の発展を恐れているからでは。フランスは原発受注争いに負けたから、そうだとしてもカンガルーたちはなぜなのだろう。これが現在の我が国の地位だ。兄弟国であれば外交問題に発展するから絶対に間違えないが、我が国のことはどうでもいいと考えている証拠だろう。我が国も東京オリンピックの時には MBC 韓国のテレビ局がかなりいろいろとやらかして他国で物議を醸していた。これはオーストラリアのテレビ局を叩くべきであって、これが国全体のやり方だと一般化すべきじゃない。それだけ我が国に対して劣等感やライバル意識を持つ国が増えたということ。嫌がらせしたところで国家の地位が向上するわけじゃないのに、なぜここまでくだらないことができるのか。ということで、まあ実際韓国なんて世界的に見ればこんな感じですよね。いじめられてるとかわざとだとか言ってる人もいますが、そんな低レベルな嫌がらせをする国なんてあるわけないのに、本気でわざとやられてるとでも思っているんでしょうか。まあ実際のところ自分たちがわざとそういうことをやっているから他の国もやっていると思い込んじゃうのかもしれませんね。実際はあまり知らない国だと間違えないように注意しながらやるけど、韓国という中途半端な国だとあまり注意もせず、また興味もないから間違えられやすいのかもしれませんね。コメントでそれだけ我が国に対して劣等感やライバル意識を持つ国が増えたということとか言っている人もいますが、韓国さん頭大丈夫ですか。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。